俺直球好きやん。うん。俺が直球好きだからさ、直球ってさ、あのー、タイミングさえ待ってやればさ、課金って打てんじゃん。直球投げんと、直球が返ってくんだよ。もう、そっぽ行くときもあるけど、直球が返ってくるの。直球投げんと、直球が返ってくるの。でも、あのね、カネ投手みたいにさ、ね、こんなカーブさ、ね、ん、感性の法則でいくと、 こういうふうにゆっくり溜まってお落っこちていくじゃん、こう,いうふうに。ね。弾丸だって発射したままこうやってずっとはいかないで、だん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 こう行って最後地面最後つっていくわけじゃん。ね。跳ね雑踏しるのはさ、もうこうだから。こうだか,だから。打とうとしてんところにさ、ね。こう,いうふうに落ちるんだから。こう,いうふうに。打者のぞ ホームベースなところへ来るとガクンと落ちるんだから。ねそんなの打てないよ。うん。分かってても打てないよ。でも、直球はさ、その、その人、その人の直球の速さに、こんぐらいで来るんだよって分かってて、たま、直球っていうのはさ、あの、野球っていうのは、その、 ストライクゾーンに入れるか外すかで、あの、空振りを取るかは打たれちゃうか、なるわけじゃん。ねえ。だから、打つ方はさ、この人直球投げるの待ってればさ、そのホームベースのこの、ストライクゾーンの中だけ直、直球が来るのを待っててさ、そこ以外に来た時は打たなきゃいいわけじゃん。ボール、ボール、ボール、ボールで、フォアボールになっちゃうんだから。ね でそのストライクゾーンのね、外角の低めの、うん、一番遠いとこだったらまあ打てないだろうし、内角のね、胸元とか、これも打てないだろうけどさ、直球が来るって待ってるって、直球のタイミングでストライクゾーンに来る、来たの打ち返すのは、そんな難しくないと思うよ。そんな難しくないと思う。だけど、こんなさ、 こんな、わーんとこ、わーんと落っこってくるさ、玉がさ、そもそも、ストライクゾーンに来るんだか、うん、その、そこを外して落っこってくるのか、うん、わかんないじゃん。そもそもさ、玉って、こういう風に飛んでくんから、こうやってってんじゃん。こうやって待ってん時にさ、肩口からこんな、こんなに落っこってこられたら、え、どうやって打つんですかってなんじゃん。何の話してんの、君は。 直球投げろっってんの直球